はい、皆さんこんにちは、ペトでございます。ネッチプレ級2000に続きやってまいりましょう。タイガースは、ロード前最後のね、甲子園スワローズとの3連戦となります。今日の先発は絶好調ハンセルさん、スタメン今日はハマちゃんの代わりにヒロさんですね。これはあとは代打陣ヤムさんのあたりでね、ちょっとまた代打もありかもしれませんね。甲子園球場ロード前の最後の3連戦、本日は阪神ヤクルト19回戦、先発ピッチャータイガースはハンセルさんです。トップバッターは今日は飯田さん。高めのチェンジアップ、これはショートゴロ、ワンアウト。2番に宮本さん。アウトサイド高めのチェンジアップ、これは打ち上げました。坪井さん取ります。2アウト。3番に稲葉さん。初球これは手を出しません。チェンジアップすくい上げてライトへ、しかしこれも檜山さん掴みました。3アウト。スワローズ初回の攻撃は三者凡退です。スワローズを先発は前田さん。初球スライダー、これは引っ張りましたがファール。赤星さん引っ張った打球はライトへ伸びる、出ました。赤星さん2号ソロ、先頭打者ホームラン。引っ張った打球ライトスタンド最前列へ飛び込みました。今日はいきなりあまりホームランの出ない赤星さんのホームランからスタートとなりました。タイガース先制。2番は坪井さん。坪井さんも引っ張るが、あ、これはライトフライになる。ワンアウト。3番猫ちゃん。猫ちゃん初球打ち、打球は左中間伸びる、抜けますヒット。さあ打った猫ちゃんは三塁へ行く、スリーベースヒット。ワンアウト三塁、バッターボックス有安さん。初球はフォークボール、これは外れました。二遊間の当たり、宮本さん横飛びファースト送球はセーフ、内野安打。その間に猫ちゃんホームイン、2点目。広沢さんです。膝元へのフォーク、これは外れました。カーブ引っ張ってレフトへのクリーンヒット、広沢さんつなぎました。ワンアウト一塁二塁。そして今日は絶好調檜山さん。初球打ち右中間、これは抜けましたヒット、ツーベースヒット、3点目が入ります。そしてバッターボックス矢野さん。これはセンターへ、これもヒットになる。4点目が入るタイガース。バッターボックスは今岡さんです。初球は真ん中高めストレート、これは外れます。ボール。今度はストライクゾーンに入りました。真ん中高め、引っ張って、しかしこれは切れました、ファール。膝元へのフォーク外れました。これで平行カウント2エンド2。高
めのまっすぐ外れました。これでフルカウント、外れました、フォアボール。ワンアウト満塁、ピッチャーのハンセルさん、初球はインサイド、フォークボール外れました、ワンボール。打ち上げます、これはセンターフライ、ツーアウト。そして先頭打者ホームランを放っている赤星さん、ショートライナー抜けませんでした。初回タイガースは4点の先制となりました。バッターボックスペタちゃん、初球これは打ち上げた、しかし檜山さん取れません。チェンジアップ、すくい上げた打球はライト、しかしここは檜山さん余裕で追いつきました、ワンアウト。5番に古田さん、初球打ち、あーこれは今岡さん逆を突かれた、ライト前ヒット、ノーアウト一塁。ちゃんはストレート2球見逃します。カーブ、空振り三振、ツーアウト。7番の稲葉さん、初球これは見逃しました。2球目高めの反則球、打ち上げてピッチャーフライ、スリーアウト。2回の表スワローズ、古田さんヒットで出ましたけど、この回も無得点。バッターボックスは坪井さん、初球アウトコースのフォークボール、これは外れます。坪井さんはファールとなり、2球目はストレートを打ってファール。3球目またフォーク、アウトコース低め、外れました、ツーボール。あー坪井さんはこれは打ち上げました、スライダー打ち損ない、ショートフライに倒れます、ワンアウト。第1打席は左中間のスリーベース、猫ちゃん、初球は真ん中ストレート、見逃しました。すくい上げてこれはレフトへのライナー、ツーアウト。アリアスさん第1打席はショート内野安打。引っ掛けましたが打球は三遊間抜けていきます、アリアスさんレフト前ヒット、ツーアウト一塁。バッターボックス広沢さん、ストレート、これはファールになる。ああ、これはインサイドギリギリ入りました、見逃してツーストライク。スライダー、ここはインロー低め外れてツーエンドツー。外へのスライダー外れてフルカウント。外れました、フォアボール、ツーアウト、一塁二塁。檜山さん初球打ちはこれは打ち上げた、真ん中の球左中間レフトフライに倒れました。2回の裏タイガースは2者残塁の無得点。バッターボックス土橋さん、初球これは見逃しました、2杯まっすぐはストライク。2球目今度はインロー空振りで2ストライク。3球三振、ワンアウト。ピッチャーの前田さんそのまま打席に入ります。
カーブ、2者連続三振、ツーアウト。トップに戻って飯田さん、インハイのチェンジアップ、これはポテポテの当たり、サードゴロでスリーアウト。3回表スワローズは三者凡退の無得点。バッターボックス矢野さん、初球打ち、膝元のフォークボール、これは甘くさばきました。矢野さんヒット、ノーアウト一塁。今日は浜風とは逆の風が吹いています、甲子園球場。今赤さんは高めのストレート、これは初球打ち、打ち上げてしまいました。セカンドフライ、ワンアウト。バッターボックスハンセルさん、第1打席はセンターフライ。これもスライダー、初球打ち損じました。サードフライでツーアウト。トップに戻ります、赤星さん。先ほどいい当たりのショートライナー、赤星さんはヒット、ショート弾きました。そして坪井さん、坪井さんもヒット、ツーアウトながら満塁となります。バッターボックス猫ちゃん、先ほどは詰まりました、レフトフライ。初球はインローストレートできました。今度はインハイ、これは見逃しました。際どいところ入りました、ストライク。ワエンドワン、3球目膝元フォークは外れます、2エンド1となります。さあ猫ちゃんの打球は落ちます、ヒット、2点タイムリーとなります。7点目、あ、失礼、3点タイムリー。ここでピッチャー交代、リリーフは島田さん。バッターボックスアリアスさんです。今日はヒット2本。ここはスライダー引っ掛けました。初球打ちはショートゴロ、スリーアウト。3回の裏タイガースは3点追加しました。7対0となっております。バッターボックス2番の宮本さん、初球高めまっすぐ、アウトローまっすぐ、カーブは見逃します。スライダーうまく捉えた、赤星さん取った、センターの前落ちませんでした。ワンアウト、稲葉さんはピッチャー返し、ハンセルさん弾きましたが、ここはアウト、ツーアウト。バッターボックスペタちゃん、2球目カーブ、これは見逃しました。フォークボール引っ掛けた、しかしこれはファール。チェンジアップ、空振り三振。4回表スワローズ、ここも三者凡退です。バットボックス広沢さん、先ほどフォアボールを選んでおります。シュートボールを詰まらせました。ここはファーストファールフライに倒れます。広沢さん、ワンアウト。バットボックス檜山さん、これも打ち上げた、初球打ちはキャッチャーフライとなります、ツーアウト。矢野さんは初球打ち、これはセンターへのイージーフライ、スリーアウト。4回のランタイガースは三者凡退です。初
球はインハイ、まっすぐ決まりました。アウトロー、これはカット、追い込んでカーブ、空振り三振、ワンアウト。ラミちゃん第1打席は三振。引っ掛けた当たり、ここは間に合いました。ショートゴロでツーアウト。チェンジアップ打ち上げて、アリアスさんがファールゾーンでキャッチ、3アウト。5回の表スワローズ、ここも三者凡退です。バッターボックス今岡さん、今日はまだヒットがありません。初球打ちスライダー、これはファール。2球目低めのストレート、これをライトへ打ちましたが平凡なライトフライに倒れます。ワンアウト。ハンセルさん、すくい上げた打球は三塁側アルプスのフェンスに当たります。ここはボテボテ、しかしショートゴロは内野安打、ワンアウト一塁。赤星さん、すくい上げた打球は右中間、抜けていきます。さあハンセルさんは三塁を回る、ホームイン、8点目。すごいさん、初球は高め、まっすぐ見逃しました。打球は右中間、抜けました、ヒット。すごいさんはセカンドを蹴って三塁へ向かう、スリーベース、もう1点追加タイガース。そしてバッターボックス猫ちゃん、初球打ち、これはファール。シュートボール、あーこれは、あいやいや落ちました、ヒット。坪井さんホームイン、10点目。ライトフライかと思いましたけど、打球はワンバウンド。ここで島田さんノックアウト、石井さんかな、いや川端さんが出てまいりました。バッターボックスアリアさん、猫ちゃん戻ります。記録はフィルターチョイス、ワンアウト一塁に。初球シンカーを投げてきました。広沢さんはカーブを捉えてレフト前ヒット、ワンアウト満塁で今日絶好調檜山さん、先ほどシュートボールを打ち損じました。これはシンカー、ファールボールとなります。三遊間レフト前ヒット、ランナー2人かえります。2点タイムリー、12点目が入ります。バッターボックス矢野さん、初球はアウトコース、まっすぐストレート、外れました、ボール。ファーストはセーフ、併殺は免れました。初球打ち、ライト線への当たりは大きくそれていきます、ファール。ストレート、これは外れました。ワンエンドワン、
あスライダー、これは打ち上げました。今岡さんはセカンドフライ、スリーアウト。5回の裏タイガースは5点追加、12対0としております。バッターボックス飛ばしたんです。さあハンセルさんはおそらくこの回までかなと思われます。カーブ、空振り三振、ワンアウト。ピッチャーの川端さん、そのまま打席に入ります。初球高めのまっすぐ、空振り、ワンストライク。2球目、インロー、これも空振り、ツーストライク。そしてカーブ、3球三振、ツーアウト。トップに持って飯田さん、3者連続三振で3アウト。6回表スワローズ三者凡退です。さあハンセルさんには代打。八木さん行きましょう。ピッチャー川端さん、ど真ん中のストレート、これは空振り。ストレート、これも空振り、ツーストライク。3球目スライダー、これは外れる、ボール。4球目、腰元のまっすぐ外れます。2エンド2、シンカー、これも外れます。スリーツー、流しましたが、あーここは飛ばしたん取りました。セカンドライナーワンアウト。悪いところ、これは高め、まっすぐは外れます。ボール、スライダー、これは打ち損じた。赤星さんショートゴロ、ツーアウト。すごい3です。レフトへ流すが、これは平凡なレフトフライ、スリーアウト。6回の裏タイガースは三者凡退です。さあタイガースはリリーフ、ああ星野さんにしようとした。何もさん行きましょう。カーブ、空振り三振、ワンアウト。これも三振、2者連続三振。バッターボックス、ペタちゃん。フォークボール引っ掛けました。セカンドゴロでスリーアウト。ラッキーセブンスワローズは上位打線三者凡退です。バタボックス猫ちゃん、初球打ちスライダー、打球は左中間、あーこれは伸びません。レフトフライとなります。ワンアウト。アリアスさん初球のスライダー引っ張りました。これはレフトへのヒット。ワンアウト一塁で広沢さんです。初球は真ん中高めのストレートで来ました。
球目シンカー、これはインサイドファールになる。3球目もシンカー、これも外れます。これは外れます。1、2塁間抜いてきました。ライト前ヒット、猫ちゃんは3塁へ。ワンアウト1塁3塁。檜山さん流し打ち、ライトへ、あ、レフトへ。しかしこれはファール、惜しい値でした。2球目高めのまっすぐ、これはファー、空振り。すくい上げた檜山さんの打球はライトオーバー、三塁はアウト。檜山さんの2点タイムリーで2点追加。矢野さんはうまく合わせました。ライト前ヒット、ツーアウトカウント3。そして今日はまだヒットない今岡さん、初球は高めのスライダー、真ん中高めストレート、ともに見逃します。スライダーを引っ張りました。今岡さんレフト前ヒット、9番まで回しました。ピッチャーの成本さん、打ち上げた成本さんはショートフライ、スリーアウト。ラッキーセブンタイガースは2点追加、14対0となっております。バッターボックス古田さん、カーブ引っ掛けた当たり、猫ちゃんダッシュ、ショートゴロワンアウト。ラミちゃん初球アウトローまっすぐ見逃します。まっすぐ詰まらせます。ラミちゃんセカンドゴロ、ツーアウト。7番に岩村さん、フォークボール、空振り三振。8回表スワローズ三者凡退です。さあここでピッチャー交代、石井宏俊さんがマウンドに上がります。赤星さん、スラブ叩きつけるようなバッティングとなりました。ここはショートゴロ。坪井さん初球打ち、これは三塁線、転がってきましたがファール。ストレート、これは当てましたがファールになる。あー、いい当たりでしたけど、ここは平凡なライトライ、ライトフライに倒れました。ツーアウト。いった、初球打ち、これはレフトスタンドへ持っていきます。猫ちゃん148号、これは読み通り初球のスラブ。6
ッシャータイミングのクリーンことができました。15点目が入ります。アリアスさんはスラブ引っ掛けます。ショートゴロ3アウト。8回の裏タイガース猫ちゃんの一発、1点追加、15点目が入っております。スワローズは下位打線土橋さんから。よく取った、今岡さん追いつきました。二遊間のあたりセカンドゴロとなります。ワンアウト。さあピッチャーのところで代打真中さんが登場。これはうまく流しました。レフトにヒット、真中さん出ました。そして飯田さんにも代打か、浜田さんが出てまいりました。すくい上げたバッティング、ここはセカンドフライ、これで2アウト。バッターボックスは宮本さん。カーブを引っ張りますがここはレフトフライ、ゲームセット。今日は15-0、タイガース完封勝ちとなりました。ホームランはただね2本なんですよね、赤星さんのね先頭バッ打者ホームランの2号と猫ちゃんの148号。今日はまあいろんなヒット見れたね面白かったけどね。スリーベースもね結構、猫ちゃん1本、ね、坪井さんもスリーベース1本、檜山さんはツーベースか、ね、まあまあ一応先発全員安打ですからね。八木さんはちょっといい当たりのセカンドライナーで、これもうまく打ったんですけどね。はい、ということで、ピッチャーの方は完封リレー、ハンスルさん被安打1の8奪三振で、成本さんは被安打1の3奪三振となっております。ということで、ロードまでね、あと2戦となりました。明日も甲子園球場スワローズとの一戦です。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。